お疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義は交通事故についてね、お話ししていこうと思います。今回の動画を見ることによって、どんな点に気をつければ交通事故を減らすことができるのかがわかるようになっております。私が今回、えー、議題に挙げたのが、交通事故の原因として多いものを順番にトップ10で教えてくださいということでした。で、 AI は膨大な量のデータからこのようにランキングしてくださっています。まず一つ目、安全不確認ですね。一時停止とか徐行していても十分な周囲の確認を行わずに発信したり、方向転換したりすることで起こる事故。交差点での事故や歩行者との接触事故に多く見られるということなんで、物陰に何かいないかなとかね。それから近くにはいないけども、思わぬスピードで近づいてくる ちょっと遠くなものはないかなっていうふうに視野を広く持つこと、それから何かがあるかもしれないと推測することが大事ですね。余裕がなくなるとこういったことが起こらずに視野狭窄になる。これが安全不確認の原因になるのかなと思います。次、脇見運転。ああ、これもありますね。運転中に携帯電話の操作をしてしまったり、車内の整理など運転に集中できない行為によって起こる事故になります。 ですんでね、やっぱり優先するべきは周囲の環境。で、車内のなんかね、細かい作業をしようと思ったときは、やっぱ停止することが大事ですよね。はい、次は動性不注視。前方だけでなくって、左右や後方の状況を十分に把握せずに、他の車両は歩行者などに気づかずに事故を起こすこと。ね、ブレーキをかけるときでも、後ろに何かないだろうかっていうことをね、見ていくとか。 ドアを開けるときでも、開けた先に何かぶつからないだろうかってことね、見ることが大事になってきます。それから万全運転。前方不注意で周囲の状況を把握せず、万全と運転することで起こる事故です。運転っていうのは、真剣にやるべき何か一つの作業、仕事だと思ってやるしかないですね。なんとなく慣れてるからといって、適当にやってみると、まあ、事件が起こるってことかなと思います。 次、運転操作不適。うん。運転操作を誤ったり、急ブレーキや急ハンドルを操作したりすることで起こる事故ということで、急ブレーキ、急ハンドル、急発進と、急が起こることにはろくなことがないですから、やんわりとスタートして、やんわりと終わっていくことかなと思いますね。それから、歩行者等の飛び出しです。もちろん、歩行者の立場でいるときに飛び出しちゃいけないってことは当たり前ですけども、 飛び出してくるような歩行者ってのは当たり前にいるんだっていう前提で運転することですよね。歩行者や自転車などが道路に突然飛び出してくることで起こる事故。これがだから当たり前のように飛び出してくるやつがいるんだとかね。よくね、お年寄りの方とか、その道路を歩いて横切ろうとしてるんですよね。まあ本当にね、腹立たしいことなんですよね、ああいうのは。横断歩道行けって思うんですけども、皆さんもそういう時ないですか もちろん自分でそういうことしちゃダメですけどね。多少遠くても交通ルールを守るのはどういうことかっていうと、横断歩道を歩くとかね、歩道橋に回るってことですからね。遠いからといって、道路を歩いてまたいでいいことはないですから。それからあ、飲酒運転です。アルコールの影響で判断力や反射神経が低下して事故を起こします。そうでなくても、お酒を飲んだもしくは酒っ気があるってことだけで事故の原因は 酒が被ることになってしまいますんで、こういったね、お酒に冤罪を着させないためにも、お酒を飲んだら運転しないこと、運転するならお酒を飲まないことです。お酒なんてどうしても飲まないといけないってことってないですからね。次、高齢者の運転。これは昨今ね、話題になることが多いと思います。高齢者の運転は視野や聴力、反射神経の低下により、事故のリスクが高まります、高まりますということなんで、うん、初心者マークをつけるよりも、 立ちが悪いのが、ベテランの高齢者なんですよね。今まで事故をした経験がないからということで、これからも大丈夫だろうというような思い込みが高まってますからね。はい。次は悪天候下での運転。雨、雪、霧などの悪天候下では視野が悪くなり、路面が滑りやすくなり、事故が起こりやすくなるということなんで、天気の悪い日はなるべく運転しないことだと思いますね。それから、整備不良です。車両の故障と書いてます。 ブレーキの故障やタンク、タイヤのパンクなど、車両の故障が原因で起こるということなんで、整備はいつも自分の目ですることだと思いますね。まあ、あの、キーを持ってね、ドアを開けて、キー刺して、で、すぐ出発するみたいなことをするんじゃなくて、まずはキーを刺す前に車の周りをぐるっと回ってですね、ボンネットを開けて中身の点検。運行前点検ってのはドライバーの義務ですからね、怠らないようにしたいと思います。 まこんなところですかね。皆さんに安全運転をお願いします。私も安全運転します。